アール・ラッセル・ブラウダーは、アメリカ合衆国の共産主義者、政治家。1930年代から1940年代前半まで、アメリカ共産党の初期長を務めた。第一次世界大戦中に、ブラウダーは、徴兵や戦争に対して、良心的兵役拒否者として、連邦刑務所で服役していた。ブラウダーは釈放されるとすぐに、共産主義インターナショナルにおいて、 アメリカの共産主義運動の活発なメンバーとなった。ブラウダーは第二次世界大戦中に米国とソ連の間の緊密な協力関係を観察し、戦後これらの二軍事大国間が継続的に共存していくと予見した。資本主義と共産主義は共存できると主張し、1944年にアメリカ共産党を共産主義政治協会として政党から、 アメリカ合衆国内の政治組織に格下げした。しかし、フランクリン・ルーズベルト大統領の死去と冷戦の勃発によって国内では赤狩りが行われたことで、ブラウダーは共産主義政治協会から追放された。アメリカ共産党は1946年に復活した。ブラウダーは多数の書籍やパンフレットの作成者として、 アメリカ政府の政策や世論に影響を与えることに成功したが人生のご反省は4カーズニューヨークの自宅で静かに過ごした。ありがとうございます。